魚粉フィッシュミールとは、魚を乾燥して砕き粉状にしたものである。フィッシュミール、魚カスとも呼ばれる。主に飼料や有機肥料として使用されるが、食用として料理の際に用いることもある。日本の魚粉輸入量推移1996から2015、日本にはチリやペルーなどから輸入され、主として養魚飼料を。 畜産飼料として利用されており、世界全体でも畜産用が圧倒的に多くなっている。魚を釜で射熟した後に圧搾機で油と水を分離し乾燥させ粉末にする。原料の肉質によりホワイトミールとブラウンミールに分けられる。タンパク質など栄養分が豊富である。魚粉製造時に水と分離して出た油を魚油という。世界漁業。 養殖業白書2014年によれば2012年の世界水産漁獲量の14%が非食用に利用されうち75%が魚粉として加工された原料魚としては世界的にはイワシなどが対象となることが多い日本ではスケトウダラ、サンマ、ニシンを用いる水産製品製造の際の副産物加工残紙も原料となるまた 売れ残り、市場に出荷できない、サイズの小さいものなどを分別し製造することもある。外来玉駆の取り組みとして水揚げされた、アメリカナマズ、ブルーギル、ブラックバス、白蓮などの外来魚を用い、地産地消の畜産用配合飼料として利用を行っている実地体もある。しかし、配合量によっては指向性の低下に伴い豚など、家畜の体重増加値が生じるとされているほか、 農業用肥料への実験も行われている。肥料としての歴史は古く、江戸時代の日本では、星カやニシンカスに代表されるように、金肥として流通していた歴史もある。飼料用途には、畜産や養鶏飼料から始まり魚類の養殖飼料としても利用されるようになった。食用用途には、カルシウムやタンパク質を豊富に含むことが着目され、 出汁をはじめとした食材としても利用されている。牛海面上の欧勝問題がメディアを賑わして、以降、家畜のタンパク質源として、肉骨粉が軽減される代わりに、魚粉の需要が増加や、原料イワシの漁獲量減少の影響により、価格が高騰する傾向にある。ありがとうございます。